ガラとしてこう入れていきます。焚き火ができるスペース、まあ火を見てこうみんなと談話するのも、まあここでだいたい一杯飲んだり、あの山梨県の、鳴沢村という唐菓子の宿泊施設トラビラ掘ってもらいたかったんですけど、だけど結構面白かったんで、よいしょよいしょ掘ってあります。はい、この建物周りのリメイク、この平時代の朽ち社って一応ワインダルを、今回ワインダル の、 あの全部枠を取った一つずつの部材を使って、ちょっとあの材料を取り、溶岩石のちょっと小ぶりのやつ、ここがフラビラの入り口になります。ここがフロントの入り口で、でオーナーがマレーシアで家具屋さんをやっておりまして、ですからまあセンス的に非常に、そうそうです、それでレイアウトさせてきてあって、それにまあ外の方もそういう雰囲気あってほしいということだったんで、はい。で、あとはなんですけど、ここから一応うちの施工で、これをお客さんのところにあったやつで柄としてこう入れていきます。まあ一応お客さんが一応好きな色とそれで感覚をお客さんがちょっと考えて、それをちょっとこうやって入れてアプローチの中に入れていきます。
ここにですね、焚き火ができるスペースをちょっと作りたいと思っています。まあ、ここでゆっくりみんなが休めるように焚き火をできるような空間を、ですからちょっとここを、ここの植物があるので、これを一回全部移植しちゃいます。掘り取って、まあ、使えるところに入れていくんで、まあ、こう大体3メーターぐらいの面積、そこをちょっと平らにしてしまいます。
っぱりちょっと中に入っていくのに夏場になるとちょっと草が覆っちゃって、ちょっと機能性としてオーナーもこっちに周り込めるスペースが欲しいと、まあ中にはやっぱり車椅子の方もおられるので、まあそういうことも面があって中には行くのにはやはりちょっとこのぐらいの幅の形で、このタイルはオーナーが室内の方のアレンジするために結構大量に持ってたんで、これはあのバリ島で購入したって言ってましたから、はい、とこうなって、これ購入も推薦があったんです、そのまんま立ち上げて、もう推薦として実座にあって、まあ使い勝手が非常に悪かったんで、それを立ち上げる形で、アプローチはここが、ね、中の中庭という建物から、ここから出られるベランダになっております。で次作ったのがこの一応焚き火ができるエリア、こういうとこ来てやっぱりあのお客様はなんか火燃やしてここでできるような形で、一応前はここが結構やっぱり周りと同じように木が生えてて全部取ってスペースを作ったんですけど、取った時に石が出てきたやつで木石で周りを囲ってで暖を取れる、一応ここにこうやって露出してるやつ、もう全然これはもうここにある石ですから、はい、これは枕木ですね。ここ施設自体が一人二人っていう形じゃなくて、大人数で家族連れとか仲間で来られる方が多いんで、まあ、だからこんだけの多くのスペースを。これしましたよ、もう結構いいですよ。あまりねこうやって都会では焚き火で囲むっていうことも、火を起こすっていうこともできないんで、まあ火を見てこうみんなと談話するのも、まあここでだいたい一杯飲んだりなんかという形で火を燃やすことで人結構集まって、そこでいろいろとコミュニケーションできるかなということです。はい。